まあね、スト6がどういうゲーム性になるのかわかんないですけど、なんかスト4の時から原点回帰じゃないですけど、オタクシステムをどんどん減らして、よりシンプルに、よりシンプルに、なんかより読み合い重視、読み合い偏重になるようにゲーム昨今のは作られてきてるんで、一回ここら辺でも逆にシステムモリモリのゲームとかちょっと出してみてほしいですけどね。1試合99秒もいらない。あ、1試合ね、60秒にした方が面白いとは思いますよ。あの、待ちがなくなりますわ、無駄な。60秒ルールで僕一回やったんですよ、あの大会で。伝説の大会があったんですけど、その60秒ルールだと、あの、3本トリガーキャラ、マジで弱かったっす。スシクスオリジナルになる気がする。スト4後期の調整内容はマジでため息ばっかりな感じで、ここ最近の調整はかなりよくできてる。てかまあ、あの、スト4の調整は、なんか、調整班がゲームやってんのかみたいな調整結構多かったんですけど、5はもう明らかにゲームをちゃんと遊んでる。で、しかも、かなり理解してる人が調整してるじゃないですか。サンセットクローバーさんありがとうございます。だからもう全然、質違いますよね、調整の。だ今のスト5調整している人たちが、まあ、スト6をちゃんと、調整してるなら、確か僕も、スト6いいゲームになるんじゃないのかなって思いますね。僕も今のスト5の調整陣相当、信頼感ありますわ。で、たまに、意欲的な調整っていうか、これ大丈夫かみたいな調整もするから、なんかすごい削ってとか、もうその、退落、なるだけの調整じゃなくて、そのなんかナッシュのソバットとか、なんかバイソンのダストとか、これ大丈夫かみたいな調整も結構掘り込んでくるから、僕は今のなんか調整のバランスすげえいいなって思いますけどね。で、まあバイソンの調整とかは、まあ結果事故っちゃったなっていうか、あ、結果ちょっと強すぎましたねみたいな感じもあると思うんですけど、まあでも、うん、あんぐらいはやっぱあってもいいかなと思うんで、いやだから短パンの調整は僕いいのがあるんですよ。聞いてください。短パンチ溜めてなかったらまあどうでもいい。レベル1とレベル2青、レベル3とレベル4黄色、レベル5とレベル6緑、レベル7とレベル8とレベル9赤で、レベル10になったらレインボーになるっていう、バイソンのグローブの色が、これ短パンを溜めてる色に応じてどんどん色が変わっていくっていう、これいいと思うねんな。わかりやすいし見るの面倒なんで削除で。おい、身も蓋もないぞ。マオさん、それ言ったら身も蓋もないぞ。で、レインボーターンパンチ、離した瞬間に、鉄拳のフレーム先読みあるじゃないですか。一番最後、スローモーションになるやつ。あれって、技の発生と発生で、なんか、結果先読みして、どっちかが当たるかもなってなったら、そのスローモーション演出でかかるらしいんですけど、バイソンのレインボーターンパンチが離した瞬間に当たるってなってたら、MJ でラス1の牌引いてきた時みたいな、シューンって安定演出入って、キュイン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 ファイナルっていう演出入れてあげたら、バイソン使いも喜ぶし、タンパ食らった竹原使いも、あ、ほんまにくだらんなこの技ってより思ってくれると思うんで、僕はすごい、いいんじゃないかなって思ってるんですけど、はい。バイソン使いの社交心あると被害者出るからやめた方がいい。もうすでに全国で出まくってる気しますけどね。ファイナル1から10完全無敵のガールさしてプラス7、あのヒットでワイヤーはもうなんか冗談で作ったとしか思えん、マジで。てかもう、孫さんも言ってるんですけど、タンパはあのガチでもう消していいレベルの技。いやだって調整が無理やもん。もうあの時点で。だって、今の設計のまんまやったら強すぎるし、かといって、制限しすぎると弱すぎて使わないんですよ、絶対。だからもう積んでる。技自体が積んでる。だからギリ許せんので、あれじゃないですか。だからコーディのゾンクと一緒にするとかでいいんじゃないですか。てか、そのバイソン使いも、短波削除して、ジャンプジャックキックめくれるようにしますとかの方が絶対、バイソン使いも絶対幸せじゃないですか、そっちの方が。いや、絶対そっちの方が幸せ。やし、みんなも幸せ。みんな喜ぶんですよ。いや、もうそれでいいじゃないですか。ただ、全部もう少し長くした方がいいと思うんだよな。全部40フレスからね、スト5のため技。スト4の時のため技って大体、確か55フレがデフォやったと思うんですけど、まあ一部の技除いて。今って40フレがデフォなんですよね。大体ため技。
ファイブやった時に思いましたもん。うん、亀技のフレーム短いみたいな。あ、ユリアン、アルキコパン、チューパンタックル完成するのさすが。あー、それやばいっすね。それはやばい。まあ、てか、あと、ファイブのためキャラは、すごい、技自体から考えられてる。だわ、なんか、ガイルのニュートラルダイパンとか、技自体のヒットストップとか、モーションとか、その長いじゃないですか。ニュートラルダイパンなんやけど、ダイパン入れてからも、まあ、ダイパン自体の、あの、技の演出っていうか、ヒットストップ、ガードストップ時間が長いから、まあ、ちゃんと、あの、その後のためも完成しますよ、みたいな。そこら辺は、あの、5はかなり、もう設計からして考えられてますね。メガの XW もだいぶ考えられてる。煽られてるのか、これは。だから、その、ためキャラでも、そんなにコマンドキャラと遜色ないっていうか、ストレスなく使わせてあげようっていう設計になってるから、ため技って、ためるっていう制限の代わりに、すごい高性能ですよっていう恩恵をもらってるんですけど、まあ、結果として、溜めてるっていうデメリットを補ってあまりある強さに、ちょっとまあ、なってるため技が結構見られますね、5は。4より全然多いと思う。4のため技も4のため技で、何やねんこの技みたいなの結構あったんですけど、ウルフォ以前のホンダの EX 続きとか、何やねんこの技みたいな性能やったんですけど、まあそれとか EX 最後とかも結構たわけてたし、あの技。まあ100巻も大概でしたね、あれ。100巻落としだけで初心者やめたからな、あれ。最強やん、この技。どうすんねんって。もう100巻落としだけやるやってなって、100巻落としには、セービングっすって言われるやん、最初。初心者が。あ、なるほどって。100巻落としね、セービングすんねんなって思ったら、あ、来たぞ。100巻落とし来たぞ。俺にはそれ通用しねえから、100巻落としじゃあ、よっしゃ、セービング取った、確定、パリーン。あ、この100巻落とし、リバサでした。おしまいっつって。全員が経験してるからね、これ、ストフォーやってる人。このゲーム、リバーサルやと、アーマーブレイク属性つくから、この100巻落とし、割れるよ。この100巻、割れるよ。っていうのがありました。ホンダで一番多く起こった。いや、EX 続きやばいっすよ、あの技。だって昔のホンダ戦って、ホンダ画面端に追い詰めて、でもホンダ使いが、テクセで、EX、スーパー続きじゃーいって EX 続き打ってくるから、それにマイナス8やったっけ、ちゃんと頑張って確定入れてて倒すみたいな感じだったじゃないですか。中央打ち放題っすよ。バックジャンプするしかないみたいなキャラ結構いたもん。EX 続きは。ベガの EX 最後は確定あるキャラそこそこいましたけど、ホンダの EX 続き、中央で確定取れるキャラほとんどいなかったっすよ、あれは。13のチンの紹介でも言いましたけど、各班のない無敵技はやばい、やっぱり。で、しかもホンダ4回打ってくるから、あれ。ゲージ4本あったから。4回打ってきますからね。だから、ためキャラに関しては、まあ、だからその KOF 方式っていうか、まあ、その、今の感じでいいと思うんすよ。ためキャラ、ため技だけやったら、窮屈やから、まあ、コマンド技もつけますよっていう。まあ、だから、ベガやったらインフェルノついてるし、まあ、バイソンも途中でスマッシュが、ためからコマンドになったしっていう。KOF 方式でいいと思うんすよ、そこは。KOF も、ため技とコマンド技同居してるキャラがほとんどやから、ため技があっても。で、まあ、それでなおかつ、だから、ため技の調整するの結構むずいとは思うんですけど、そこをなんとかって感じっすよね、それは。まあ、それこそ今の5の調整班優秀なんやから、まあ、ええ感じにしてもろてっていう、ええ感じにしてもろてっていうところありますよね。